みんな老人老人、じゃあ若いやつは何してんだ、みんな腰抜けじゃねえか、言わせりゃ俺は本当にこのまま死ねないよ、そういう気分になってるよ。石原都知事は5日に平沼元経済産業大臣らが新党について話し合った食事会に参加し、立ち上がれ日本という名前を提案するなど新党の旗揚げに協力をしています。ただし今日の会見で都知事を辞職し夏の参議院選挙に出馬する可能性についてはありえないと否定しました。石原都知事は明日の新党結成の会見にも出席する予定です。